ウィーバー。わあ。はい、いつも見てくれてありがとうございます。現代忍者タクです。ニェニェピョンピョンということでね、はい、今日は何でございましょうか。この公園で撮るということは、うん、あなたに紹介したい武術があるんですよ。うんうん、知りたいですね。インド南部の、はいはいはい、マハラジャの戦士が昔使ったと言われているカラリパヤットという武術があるんですよ。うんうん、聞いたことあるね。世界最古の武術と言われてるやつ。もともとは心と体のバランスを整えるためにヨガをしていた戦士がそこからこの武術に発展したと言われているカラリパヤットっていうのに私興味を持ちまして、うん、なるほどね、はい、ちなみにヨガじゃなくてね、ヨーガーっていう伸ばすんですよね。そうそう、で、うん、俺実はリボンの時に肩甲骨とか骨が全然動かなかったから始めたのがヨーガーだった、うんうん、だからもうそこから7年ぐらいヨーガーやってるけど、はい、ヨーガーって実は骨を使う。例えば肩力入ってるよ下ろしてじゃなくて肩甲骨を下ろすとか、うん、胸上げてっていうのは肋骨を上げていくとかね、うん、どの部位の骨をどうやって動かすかっていう体操がヨーガなんだよ。楽しみです。今日はお呼びしてよろしいですか。はい、達人を、はい、達人呼んでください、はい、インドカラリパヤットの達人でもあるニディウシュ先生とアサニ先生です。よろしくお願いします。だいぶ遠いところにおられます、ね、だいぶ遠いところでスタンバっていただいてください。どうもはじめまして。ナマステ。ナマステ。アサミ先生はケーララ州にいつ行かれて、何を？ケーララ州に行ったのはヨーガを学ぶためです。ヨーガを学んでいる過程、それが2001年なんですけど、はい、その時にケーララのヨーガ仲間の一人に勧められて、まあ、最初マッサージする場所っていうふうに行ったところがカラリパヤット。トリートメントも充実してるんです。うん、体を作るためのトリートメント。癒すためのトリートメントもあるし、病気を治すためのトリートメントもあって、いろんな分野を総合的に含んでいるのがカラリパヤット。まず学ぶにあたって何から学んでいけばいいのかっていうので、ステップ1というか、そこから教えていただきたいなと思うんですけれども、はい、まずは体作りで、しなやかな体を作る、それが一段階ですね。だから結局その先生にね、武器術っていうのを見たいかもしれないけど、やっぱり最初はその体の使い方、うんうん、教えていただきましょうか、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ先生、8つの動物の方があると聞きましたんで、はい、ちょっと教えてもらいたいよね、はい、見てみたいですね、はいはい、8つのポーズっていうのは、象、はい、とライオンとライオン、馬、イノシシ、ヘビ、ヘビ、猫、猫、あとは魚、魚、魚もあります。あるんですね。あとニワトリ、ニワトリ、ニワトリってかオンドリ、ニワトリ、オンドリ、オンドリと戦うときに、はい、8つのポーズで、2つはバランスポーズですね。はい、魚のポーズとニワトリね、ニワトリはバランス。馬のポーズとかヘビのポーズとか足長く、はい、足、股関節の可動域を広げるためにヘビと馬と、あと全部短くするやつ。あとは中間、イノシシライオン、あと象はもう平行に。平行に。その中で僕が動画の方を見させていただいたときに、象の方があれなかなかあの方ってやろうと思ってもできないなと思ったので、それを見せていただいた。これはやっぱウェーブだからさ、うん、やっぱりウェーブって言ったらトラだからライオンとか気になるけどね、うん、先生、はい、ちょっと見させてお願いします。象でお願いいたします。膝の幅ですね。はい、足の幅、はい、これはどうですかね。ね、どうだったね。耳もこう使って、象になって、うん、で下からさ水浴びをするようなね、うん、で象の力強さ、うん、あとやっぱしなやかさ、本当にね体がしなやかじゃないとめちゃめちゃ難しいわ。ポーズはここの腰のここは力
はい、はい、そう、こうやるとここしか入らないね、はい、だからこういうふうにやってこの顔だけ前に、はい、あと胸は胸を、はい、胸はこうじゃなくて胸を、はい、じゃあ胸ね、背中伸ばして、はい、足の幅がちょっと足、つま先正面に正面これぐらいですね、正面に出て膝を起こします。このところね、このところはおお下行かないように、ここまで行くんですね。ちょっと、ちょっと待ってください、私のするぜ、そうです、こっちからちょっとここにでも、はい、あ、強い。普通こうやって押したら沈んじゃうけど、はい、そうですね。ライオンお願いします。ライオン、はい、すごい楽しみです。ライオンは一歩一歩こちらから一歩片足前に、片足前に、そう、こう一歩前で、これは腰を通すんだけど手使ってやるとこっちにも。かっこいいね。覇気が、気が飛んできたよ。体下からね、はいはい、これ下から前と後ろで軸します、はい、こちらから前と後方とか後方とか、どこでも中腰下ね、中腰下だから侍のさ、この移動に似てるよね。ね、似てるっすな。ね、なんとなら片足一本前で、はい、このポーズよりちょっと、ちょっと前で、はい、前で、はい、そう、両膝をオープンしてから、腰、はい、これ真ん中に、真ん中に、はい、正面、正面、左に、左に、そうそう、で、左腰を通して、そう、はい、手クロス、そう、で、右手、右手、右足前、右足前から左手、左手、そう、左手、右手前出します、左手脇、はい、この手、これ手、これは、こちらから、こちらからこれ、またディフェンスしてから、この手使って前に、前に出します、そう、前に出す、そうそう、はい、そう、この右、あと後ろも同じように。前そう。はい。この動きです。この。魚のポーズはバランスポーズですよね。それから肩いい、この足でやりますね。はい。こっちからこうやってから。はい。こう。ああ、なるほど。これまさにヨガのポーズに。ありますね。いや、美しい、うん、これ、これポーズやるときこれやるんですけど、魚のポーズをやってこうですね、あ、前と後ろ、はい、キックやるときはこの足はちゃんと運動しないと難しいですね、はい、だからそのためにこれ、うん、そうポーズやってます、うん、これ、魚のポーズやってからその後前に、はい、前に出てします。だからで、ランチ、面白いまず体幹も強くなるな、ね、これ。今は、まあ、今はラインポーズですね。ラインポーズは短いステップで前です。はい。これ長いステップで馬、長ステップやると馬、馬います。こう馬。このポーズでこっち、これが大事。はい。これとかこれとかしないように。はい。後ろ足しっかり伸ばして、はい、こう置きます。まっすぐですね。馬みたいに。はい。前の手とかこうとかパンチとか何でも。こうとか、はい、なんでもこれ動きとかね、馬の肌は長いです。あと馬のポーズは前だけじゃなくて、はい、これ前だけじゃなくてこれやるも、これも馬のポーズね、それも馬のポーズなんですね。こっちからこれやるとディフェンスです、はい、ディフェンスです。これ全部幅は同じですね、馬のポーズの幅です、はい、これ幅は大事、はい、これは取りますこれはウォーター鳥がこれだって、はい、これできないわ、これこれは親指だけ、はい、上げて、あと全部曲げて、はい、この足首とか足の裏とかね、すごく使います、はい、これね、足の裏とか、はい、で、キックやります、しないですね、指で、そう、指でキックする、すごいクロスだったら、はい、キック難しいね、ここまで、ね、はい、そうだから、膝曲げて、はい、横から見ると、膝曲げて、はい、これ上げて、はい、ここから、あ、すごいですよ、ほらもっと実践的だったんだ、ね、こちらからこれ、ゾウのポーズから、はい、ゾウのポーズから後ろに引いて、こちらからキックやります、はい、戦闘術なんだ、やっぱりここにスコーンってね、うん、親指立ててるからね、うん、身体操作って意味で言うと、本当に隅々まで使うから、うん、武術に興味なくてもおすすめっていうか、うん、体の隅々まで使うからこそ逆に言うと健康になるやつ、うん、僕らがね、戦闘術チャンネルでもあるので、うん、戦闘術だ戦闘術だって言ってるけれども、うん、戦う前の準備体操でもあり、戦った後の心の癒しでもあるわけだからね、うん、このヨガっていうものは行った方がいいよ、習った方がいいよ、あんた先生遠いんですよね、遠いですよね先生、どちらで、いやいや
新宿だったら行きますね。めちゃめちゃ近いじゃないですか、はい、今度俺行きますね。で全部ポーズ やりに行くわ俺。そうですよ。じゃあ半分は新宿の授業に習いに行く、うん、習いに行く、はい、うん、でいつかは先生の8つの動物でさ、ジャッキーチェーンみたいな映画でね、うん、6つの動物こうやってふわってやったら面白いよね。面白いよね、うん、でこっからはちょっと逆に先生にね、うん、武器の使い方とかをちょっと見させてもらえますか。はい、タクチャンネル。じゃあ次はね第2、今度は足キック、キック、はい、足のレッグエクササイズ。そう、これも体スクールですね。バランス感覚とか、はい、重心移動の時の体の使い方とか、はい、まっすぐ進むから片足で、はい、そういう体の使い方とか、うん、そういうものを学ぶ。戦う時のキックではない、体作りのキックエクササイズ。キックエクササイズ、はい、はい、よろしくお願いします、はい。最初のキックですね。ストレートキックと言います。ストレートキック。これキックやるときは温かいだけじゃなくて、足の裏伸ばす。だから、膝とかつま先伸ばしてストレートのキックして、その後バランスを取りたい。バランスを取る。そうそう。はい、こういうふうにこの。で、そうですね。左足も同じように。バランス。キックして、キックしてからここを置くじゃなくて。意識してから、バランス。バランスすごいかっこよかったです。いやいや先生すげえかっこいいです。めちゃくちゃかっこよかったですよ。っていうか全然できないですよ、ね。でやっぱり力強さが男性ならば、うん、今度しなやかさ、本当美しかったよね。よくあんな足上げてから反転してまたポンってよくできるよね。だけど太田ね、見てほしいのは筋肉で上げてないんだよ、はい、股関節で今見て上げてたのよ、うん。だから先生のところ習ったら体形たちも柔らかくなっていく、うん、骨を意識するから体が柔らかくなっていくの。俺も足上がるのは体めちゃくちゃ硬いけど、うん、股関節で蹴るから足上がるだけなの、うん。でさらに先生は蹴ってからもバランス、うん、その後の体幹も鍛える。すごいね。じゃあ第3、はい、第3形態は武器に、あ、第3がもう武器になるんですね、はい。でもこれ武器とその体術っていうのはもう別々ではなく表裏一体っていうことなので、じゃあちょっと先生に武器見せてもらいましょう。はい、はい、お願いします、はい。それじゃあ先生のロンギスティック、はい、見てみましょう、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。はい、面白いな。早、ね、びっくりした、ね、早いっていうかしなやか、うん、しなやかで、この武器にも先生のポーズも全部入ってるしな、うん、そうだよね、うん、面白いね。本当はもっとスピードあるよね。あれよりですか。これ全然遅いです。あれも皆さん遅いんですって。もっと早いですね。よく手に当たらない。そう、ね、受けてる、ね、怖かった。ね、スペースが狭いから。これでもあのロングスティックじゃないですか。ショートスティックもあるんですよね。じゃ次ショートスティック見せてもらう。怖いっすよ、あのロングスティックであのスピードで、ショートスティックだとスペースもっと狭いからね。もっと速くなるから。いやもうあのぐらいでちょうどいいですよ。あれ以上速かったらカメラで撮りきれないんで。すごかったね。すごかったね。面白い、面白い。
がとうございます。すごい面白い。これなかなかすぐにできるもんじゃないにしろ。そうそうそう、全部が入ってるね。ね、で型ができてるし、で、うん、実はね狩りではないのよ。全然違うのよ。ほら、狩りに見えるけどちょっとここが太くて、ここ太い、ここが細い、ここ掘りしてます、うん、はい。すごいね。すごいっすね。ね先生。いや本当はもっと早くてもっと迫力がある。ちょっと体験してみますか。え今のですか？ディフェンスだけでも。はい。じゃあちょっとディフェンスだけでも体験。こうでこうこうですか？そうですね。でこうそうですね。ああ。このところ。ここがこうなるわけですね。ああ。ラインポーズね。ラインポーズね。ライオンのポーズ。これ前に。こうこうですね。これ右手を後ろ。いつでも私にキープする、はい、これディフェンスから一つ前に前に行けるように、この袋見せないように、これがラインポーズ。そうか、こういうことですね。これ足切られるから、はい、前傾姿勢、前傾姿勢でこうしてればいいですね。そう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 、後ろに膝をちょっと曲げる。見えませんね。そうですね、こうして。じゃあちょっと先生、こうして。じゃあちょっと先生、こうして。おお、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 お
切れはしないよ。ほら、歯はないの。バカ野郎。スピードですね。スピードと、はい、スピードで強さでしょ。こうやってうわ、はいはい、この速さですか。それをここで受けるってことですよね。うわ、だちゃんとした防御じゃなきゃ無理ですよね。じゃあマハラジャの戦士、うん、恐るべし、うん、その速さのやつで一個だけ先生受けさせてもらっていいですか。こういるだけなんで、こういるだけなんで。おありがとうございます。おありがとうございます。耳が痛い。これ使ってあの動物のポーズの動きやるとダンポーズみたいにこれやって足の動き見てくださいね、これから、はい、こうやってこうどこでもいろんなところに、はい、どこでも、そうライオンのポーズ、ライオンのポーズ、ライオンのポーズ、うん、なるほどですね。じゃあ、たくちゃん、あれだね、今度、肩からしっかりと、うん、そうだね、学んでください、うん、肩は大事、本当に。僕は逆に行って、この武器術は習わずにね、肩習いたい。ヨーガが好きだから、うん、だけど最後に、太田さん、はい、あれを、ウルミ、はい、曲がった剣と書いて、ウルミの、これはもうね、先生にしかできないんで、ちょっと、はい、ソロでお願いしましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、素晴らしい。いや、太田、すげえ。わかる？剣がこんな柔らかいわけじゃん。実際はね、これ両刃で切れるわけだからね、うんうん。これだってミスったら自分の足も切るし。そう。この武器扱えれるようになるには、ボディコントロールも身につけた上で、やっぱ最低何年ぐらいかかるんですか？8年ぐらいね。8年。あの、
毎日やる。毎日稽古して。毎日稽古して8年だから。かでもタクちゃんあれなんじゃない？戦闘術で前虫術やったじゃないですか。あれ俺あの30分でできるようになったんで。ソニックブームを出すっていう。はい、それとだからね振り方も一緒だしね。一緒だったね。うん、けどこれベルトにもなるわけじゃん。うん、戦う時にこうやってベルトからこっからブワーンってやるんだよ。先生に一回ベルトにしてもらってちょっと一回ウォーターが敵だと思って。あと後ろだけでこれ3人4人振ってもらってます。はい。こちらから。うわうわうわバカバカバカと、これあれだ、螺旋で多人数戦で、そうそうそう、後ろの敵も勝っていってるじゃん。そう、だから一人だけじゃなくて周り全員いっちゃうわけよ。これタクちゃん、あの螺旋だよ、サムライ映画でこのウルミを取り入れてやってたら、サムライ映画でウルミ使っちゃダメけど敵が使うのにはいいよね。敵が使ってるとかね。そうそうそう、タクチャンネル。いや本当に先生、あの今日はありがとうございました。僕のねウェーブやりたいっていう方いたら、僕ワークショップやってないんで先生のところ行って骨の使い方、しなやかさ習ってください。さらにはっきり言うけど肩甲骨が柔らかくないと使えないです。はい、新宿の渋谷とかで教えて、はい、概要欄に、概要欄にね、ホームページも貼っておきますんで、うん、はい、皆さんあの動画見終わった後は概要欄に飛んでいただき、はい、クリックしてください。で私あの5回分チケット、はい、あの買ったんでガチでね、ええ、これガチだからこの放送がなってる時にはもう5回分使い切ってるかもしれない確かに浅見先生、あの今日こういう形で外でやっていただきましたけど、どうでした？いや、あの楽しかったです。ありがとうございます。すごい興味持ってもらって、いやいや本当に楽しかった。分かりやすく説明してもらったので、やっぱりヨーガをやっててよかったね。ね、好きだからね。通じた、うん、だから通じてるんだ。そうです。いや、うん、マハラジャの戦士と言われたルーツを持つこのインドのハラリパヤット、そう、面白かったです。本当に今日一日ありがとうございました。はい、このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。はい、そしてチャンネル登録してくれてありがとう。はい、ウィーバー。